highs are highs, my lows are low. Need to blow off some steam to get back up. I'm not someone you should cheat on, 'cause when I come back strong. Raise your glass to the sky, let's toast to that. All these people can stare, I don't care about that. This is my pity party, I'm gonna cry all night. And I'll flip the bird at the guys, I don't need nobody. This is my pity party, I'll do just what I want, yeah. I'll dance on top of the bar, I won't come down on it. Yeah, I'll just do what I want. This is my pity party, pity party. I'm gonna drink all night and then I'm gonna let the tears fall down. I'm gonna dance all night.皆さんおはようございます。しほです。今日はですね、平日なんですけど夫が休みなので、夫と息子と3人で今日はコストコに行きたいと思ってます。で、コストコ帰りに買ったもの半分シェアしがてら実家に寄って、祖母がね、息子にすっごい会いたがってて、最近行けてなかったので、なので会いに行ってきたいと思います。もうね、会いたくて会いたくてしょうがないみたいでいつも電話で声聞かせてって言ってきてたので、会いに行ってきたいと思います。祖母はね、スマホを使ってないので、スマホをね持たせたいなと思うんですけど、なかなかこう慣れないから無理って言ってて、スマホだったらいろいろ LINE とかで教えられたりするんだけどなーっていつも思ってます。で、今着替えもして髪をセットしていきたいと思うんですけど、この髪の長さになってどんな風にやってるか知りたいっていうのをちょこちょこなんですけどいただいていたので、軽く紹介しながら今日は髪のセットの支度していきます。で、昨日の夜私ね、ドライヤーするときに最近このエヌドットのポリッシュオイル、もうねないんだよね、あとちょっとしかないから新しいのを買おうと思ってるんですけど、これを塗ってからドライヤーをしましたが、ちょっと昨日塗りすぎて結構ウェットな感じなんですけど、これが意外とセットしやすかったりするので、この状態でやっていきます。で、上側と下側でブロッキングして、下は基本的に外はめにします。で、コテはクレイツの 32mm を使ってます。なんかヘアビューロンも使う時あるんですけど、今日はクレイツにしました。ちょっとオイルがついてた方が私はなんか髪が癖がつきやすいから、ちょっと気持ちウェットぐらいの方が良かったりもします。サクサクやっていこうな感じです。で、この顔周りとかだけ軽く、外はね、外巻き、こんな感じによくしてます。本当に時間がない時とか、普段は結構もう毛先外はねだけが多いですね。あとは前髪だけとか、何もしない状態でも外はねになるようには切ってもらっているので、まあ、平日とかは結構前髪だけやることが多いですね。あと、まあ時間があればこの外はねの上を内巻きにして、ちょっとくびれになるように作っています。これかわいいですよね、こういうくびれが。息子が今体だんだんとピカピカブルーをエンドレス流してバタバタやってます顔周りはこういう感じで巻いて、表面は日によるんですけど、表面も外はねするか、表面は結構こんな感じ短めに切ってもらっているので、これをこう内巻きにしてこう丸みのある形にセットすることもあります。本当にね、表面だけでいいんだよな、内巻きするのは。で、軽くだけ取っ
で、それ以外の今降りてきた毛を外跳ねします。髪の毛に関しても結構質問をいただいていたんですけど、ちょっと前に髪の毛内側だけ縮毛矯正をしました。私なんか髪の表面は割と癖がなくてストンってしているんですけど、内側にね結構うねりが出やすくて、これから梅雨の時期セット大変だろうと思ったので縮毛矯正かけましたね。すごいセットが楽になるし収まりがいいのでやってよかったです。前髪はストレートアイロンでやってます。前髪自分で前髪切っちゃったからなんか変な風になっちゃった。ちょっと久々に巻いたから巻き方が分かんなくなっちゃった。はい、こんな感じかな。そんなに強く巻かずに内側は外跳ね、表面を軽く内巻きにして顔周りは外巻きにしています。もうちょっと顔周り巻こう。なんか今日ね元の髪の毛も変な癖がついちゃってうまくいかなかったっていう時はもう大体いつも髪を縛っちゃうことが多いか。髪のセットはこんな感じにすることが多いです。さっきちょっと筋トレしてたんですけど、今履いているこのあれ電気ついちゃった、このデニムがね本当にね入んなくなっちゃって、今頑張って無理やり履いてるんですけど本当にもうキツキツなので、これをまたスポッて履けるように頑張りたいなと思って、腹筋とあと二の腕が結構たくましくなっているのでちょっと引き締めたいなと思って最近筋トレも頑張っています。では息子に今から離乳食をあげてマザーズバッグの準備してお家出たいと思います。では最後まで今日も楽しんでみてください。おむつが減ってたから補充しとこう。おむつを追加します。息子ね寝てしまいました。夕食冷凍のやつチンしてたら寝ちゃったので先にマザーズバッグを準備します。おむつポーチ、ご指摘をケース、いっぱい入れたでしょ。お菓子、お菓子入ってる、なんか来た、じゃーん、届いた。頼んでたケラスターゼのオイルとなんかセットでいろいろついてきました。これ楽天で買いました。なんかヘアオイル切らしててどれにしようか悩んでたんですけど、このシャンプーとかトリートメント洗い流すタイプの方を楽天さんからいただいて使ってたんですけど、すっごいねもう香りもすごいし病院帰りみたいなトゥルトゥルになって感動したなと思ってちょっとこれを買ってみました。パッケージもかっこいいんだよね。じゃん、こんな感じ、かっこいい、かっこよくないですか。このブラックとゴールドのオイルです。結構ね匂いは重ためだった気がするんだよな。あ、なんかシャンプーとまた違うかもしれない。ちょっと髪につけよう。こちらを新しく買いました。瓶なのでちょっと取り扱い注意ですね。気をつけて使います。で、時間があるので洗濯物を畳みたいと思います。こういうさところがさターくんと私の性格の違いだよね。今日はしらすご飯とカブとカブの葉っぱとポタージュと麦茶です。食べましょう。息子も日焼け止め塗ります。これ塗るね、塗っていこうね。あんよ塗っときます。あ、マジお洋服持ってきちゃうの。今日のズボンそれだよ。今日はママと一緒デニムです。パパもデニムにするって。今日はこれ H&M で買った黒っぽい T シャツに
ユニムで、私も同じようにアニエスベー、息子とスノスタイと合わせてアニエスベーにデニムで行きたいと思います。よし、着替えよう。どこで撮ってんだよ。ということで、今息子をお風呂に入れてから寝かしてちょっとゆっくりして8時半になりました。では今からはコストコ購入品を取りたいと思います。なんかね、明日やろうかなと思ったんですけど、明日昼間だとなかなか息子がね起きてる時間だとうまく取れなかったりすると思うので、今からちょっと気合で取っちゃいたいと思います。そしたらお風呂に入って、ちょっとね、明日提出のものがあって、なんか今月ね結構バタバタしていてなんですけど、ちょっともうちょっと夜編集をして今日は寝たいと思います。とりあえず今から1本動画撮りたいと思います。では頑張ります。はい、ということで終わりました。とりあえず購入品の撮影が終わったので、なんか食べてるシーンとかそういうのはご紹介まだできてないんですけど、ちょっと眠くなってきちゃったのでお風呂入って目覚ましてストックやろうかなと思ってます。